アレサナはアメリカ合衆国のノースカロライナ州ローリーにて結成されたロックバンドである。ハードコアにポップを融合させた独自のポストハードコアサウンドで芝叩く間に全米で話題になった。ショーンミルク2004年10月ローリーにて結成。バンド名は地元のアリシーナ通りから取りアレサナとなる。それからライブ活動を行っていくうちに しばたたく間に、地元で話題になり、2005年になって、インディーズレーベルの、トラジックヒーローレコーズと契約を結ぶことに成功。そして、ファースト EP、Try This With Your Eyes Closed をリリースした後、2006年6月6日に、ファーストアルバム、On Flair Wings of Vanity and Wax をリリースする。 2006年末になると、大手インディーズレーベルのフィアレスレコードへ移籍し、2007年3月20日に、ファーストアルバム、オンフレール・ウィングス・オブ・バニティ・アックスに新曲を、加えた、再発版を発表を。それから1年後、バンズ・ワープドツアー2008にてツアーを行っている、最中に、ベーシストのシェーン・クランプが一時脱退したため、その穴埋めを、ジェイク・キャンベルが行うことになる。 ジェイクは仮のメンバーだったが、突如ギタリストのアダム・ファーガソンが脱退したことを受けて、ジェイクを正式なギタリストとして迎えることとなった。2008年6月3日には、セカンドアルバム、ウェア・ミス・フェイズ・トゥ・レジェンドをリリース。全米アルバムチャートにて初登場96位を、記録している。2008年8月20日、セカンドアルバム、ウェア・ミス・フェイズ・トゥ・レジェンドと、 ファーストアルバム、オンフレイル・ウィングス・オブ・バニティ・アックスが、日本で、トリプル・ビジョンより、同時リリース。2010年1月26日には、サードアルバム、ジ・エンプティネスをリリースし、全米アルバムチャートにて、最高68位を記録した。ちなみに、このアルバムは、ある一つの物語をテーマにした、コンセプトアルバムになっている。その後、 ワープドツアー2 0 1 2に出演が決まったが、その直前に、ジェイクが正式にバンドから脱退。公認ギタリストとして、アレックスを迎えられている。2010年10月になると、彼らは、全米最大級のインディーズレーベルであるエピタフ、レコードへの移籍を発表。次回作からは、ここからのリリースとなる。 2011年10月18日、アルバム、アプレースホヤーザサンイズ・サイレントがリリースされた。2012年9月、アレックスがバンドから脱退。その後、ジェイクが再びバンドに加わることが正式に発表された。ありがとうございます。